バロワ・アンジュー家の紋章をバロワ・アンジュー家は、フランス王家であるバロワ家の支流の一つ。アンジュー家と呼ばれる家系のうち、第三のものであり、バロワ朝、第二代の国王ジャン二世と、ヒボンヌの次男アンジューコー一世に始まる。アンジューシチリア家とは、アンジューの領主を外すること、カペー家支流であることで共通しているが、ジャン二世の父方の祖母である、フランス王妃、マルグリット・ダンジューが、 安住七里明け出身であることから直接的な血統のつながりもある。安住白陵もまたマルグリッドから息子フィリップ六世を通じてバロア王家に相続された後1356年にルイ一世に与えられ1360年に安住公へ昇釈された。ルイ一世は アンジューシチリア家のナポリ女王序ンナ一世の養子となり、1382年の女王の死後に王位継承権を主張した。以後14世紀から15世紀にかけて、バロアンジュー家の当主は、アンジューシチリア家の主流である、アンジュー・ドラッツォー家とナポリオーやナポリオー家の所領であったプロバンスを巡って争った。この時期に起こった、境界大分裂にも関わり、 ルイ1世とこのルイ2世は、アビニョン対立教皇クレメンス7世の指示を受け、ローマ教皇ウルヴァヌス6世が、ナポリオンイを公認した、アンジュー・ドラッツォー家のカルロ3世、ラディズラーオフ氏と争った。バロア,アンジュー家は百年戦争の最中に不遇にあった、フランス王シャルル7世を被護し、1422年に、ルイ2世の娘、マリーを嫁がせた。ルイ世はシャルル世とマリーの間の、 息子である。マリーの弟ルネは、アンジュー・ドゥラッツォ家最後の当主である、ナポリ女王ジョバン序盤な2世の養子となって1435年に、ナポリ王位を継承するが、トラスタマラ家のアラゴー王アルフォンソ5世に敗れて1442年に、フランスへ逃げ帰った。他方、ルネは、ロレーヌクゲの相続人イザベルと結婚し、1431年に、ロレーヌ皇位を獲得している。 ルネの長女、ヨランドの子孫からは神聖ローマ皇帝フランツ一世が出ている。ヨランドの妹マルグリットは、100年戦争の和平の一環で、イングランド王ヘンリー6世と1445年に結婚し、バラ戦争では王に代わってランカスター派の旗頭となった。最後の当主である、シャルル5世が1481年に死死亡くして、没死、この家系は断絶した。 その後、ルイ11世の息子である、フランスオシャルル8世は、バロワン・ジュ家の継承権を主張して、ナポリに軍を進め、イタリア戦争が勃発する。バロワン・ジュ家の人物の名前はフランス5名で、統一する。ありがとうございます。